ガールズトレンドリーダーズ所属、高校3年生渚です。将来の夢は客室乗務員です。今日は普段なかなかできない客室乗務員さんのお仕事体験ができるということで本当に楽しみです。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。ここは JAL テクニカルセンター。客室乗務員の新人訓練だけでなく、定期訓練、資格取得のための訓練や運航乗務員、整備士の方の訓練など、あらゆる訓練が日々ここで行われています。 JAL の客室乗務員さんなら誰もが通る聖地のような場所なのです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日お話を伺うのはこちらの辻さん。新卒で日本航空に入社し、現在入社6年目。客室乗務員のお仕事をしており、現在は客室教育訓練部でサポートの仕事をされています。趣味は料理と映画鑑賞。今まで行った国はなんと15カ国以上。おすすめの国はタイだそうです。一つ目の質問なんですけど、日本航空に入社した理由を教えてください。はい、私にとって客室乗務員は幼い頃からの憧れでした。小さい頃から家族と海外旅行をすることが多く、その際にいつも利用していたのが日本航空の飛行機でした。高校生や大学生になって、客室乗務員が憧れから自分のなりたい職業に変わり、今こうしてご縁があり日本航空で働かせていただいております。そうなんですね。客室乗務員さんのお仕事は実際にやられていて、接客以外にもあると思うんですけど、何があるんですか？はい、客室乗務員の仕事は大きく分けて2種類あります。一つはサービス要員、もう一つが保安要員の仕事です。飛行機の役割はお客様を安全に目的地までお運びすることであり、万が一の緊急事態に備えて私どもは定期的に救難訓練を行っております。時にはお客様が体調が悪くなってしまう方もいらっしゃいますので、そういった際には応急処置も客室乗務員が行います。様々なお仕事をされているんですね。はい、私が修学旅行でカナダを訪れた際に乗ったエアカナダでは、男性の客室乗務員の方が対応してくれました。日本航空の客室乗務員さんの中には男性の客室乗務員さんもいらっしゃいますか？はい、男性の客室乗務員もおります。また海外基地にも男性の乗務員がおりますので、それぞれチームとして良いフライトを作り上げられるよう努力しております。学生時代はどのように過ごされましたか？はい、大学生の頃は学生のうちだからできることをたくさんやろうと思って過ごしておりました。例えばフランス料理のレストランでアルバイトを4年間したりとか、あとは北海道で自転車の旅をしたり、どれもいい思い出です。機内ではたくさんのお客様とお話しする機会がありますので、学生の頃の経験が生きることも多くあると実感しております。客室乗務員のお仕事にはどれほどの英語力が必要ですか？海外留学経験があったり帰国子女の方も多いのでしょうか？また英語以外の語学力も必要になりますか？はい、外国人のお客様や海外基地乗務員とコミュニケーションを取る最低限の英語力は必要です。私も高校2年生の頃1年間休学をしてカナダへ語学留学に行っておりました。しかし今でも英語の文法問題や長文問題はとても苦手なので、少しずつ勉強するよう心がけております。また帰国子女の方はそれほど多くはない印象です。英語以外の語学力もあるとさらに活躍できると思います。客室乗務員に実際になられてからもずっと努力をしていらっしゃって本当に素敵です。ありがとうございます。客室乗務員として働いていて良かったエピソードはありますか？はい、
ありきたりかもしれませんが、お客様からまたあなたが乗っている飛行機に乗りたいわとおっしゃっていただいたり、共に働く仲間からまた一緒に仕事がしたいと言ってもらえた時にとても嬉しい気持ちになります。毎回働く仲間や出会うお客様が違うこの仕事だからこそ、一期一会を大切に毎日仕事をしております。本当に素敵な職業ですね。ここまでお話ばかりでしたので、もしよろしければ渚さんも客室乗務員のお仕事体験をしてみませんか？いいんですか？ぜひお願いします。客室乗務員さんのお仕事といえば機内アナウンス。離陸前の機内アナウンスを実際にやらせていただきました。日本航空客室教育訓練部サービス訓練グループの本野と申します。渚さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。テンション all passengers, we will be taking off shortly. Please make sure that your seat belt is securely fastenedAlso, please hold your baby while the seatbelt sign is on. Thank you. Please make sure that ですごく文章が切れちゃってるので、はい、Please make sure that your seatbelt is securely fastened でこうつなげていただいて、はい、あとは多分、はい、今の感じで、ありがとうございます。切れなければ大丈夫だと思います。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。Attention all passengers, we will be taking off shortly. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Also, please hold your baby while the seat belt sign is on. Thank you.です。客室乗務員の接客において大切なドリンクサーブをやってみました。今回はエコノミークラスの模擬機体の中で実践。狭い機内の中で上手に告げるかドキドキ。でもカーターを動かすときは、はい、この緑色のペダルを踏んで動かします。はい、止めるときは止める向きを、はい、このような向きで止めますので、30センチほどカートを引いてください。はい。そして通路が大変狭いですので、ゆっくりとカートを動かしてください。はい。飲み物いかがいたしますか？温かいスープお願いします。かしこまりました。スープをご用意いたします。ですか？スープをお願いします。はい、スープをご用意いたします。
スープでございます。ごゆっくりお楽しみください。では早速見た目から客室乗務員になりきろうということで、客室乗務員のメイクをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ではまず表情が見えやすいように、眉毛が見えるように前髪を分けていただいてもよろしいでしょうか。はい。ダメ感のない自然な色味のものを選んでください。アイホールを中心に全体に塗ってください。はい。機内の照明は暗いので表情が明るくなるようにチークで色をのせていきましょう。はい。ピンクのチークですと可愛らしい印象になります。オレンジ色のチークですと元気な印象を与えることができます。リップはピンク系よりレッド系の方が印象がはっきりとします。はい。できました。メイク一つでもお客様に対してのおもてなしの気持ちが込められていてすごいなって思いました。先ほどととても渚さん印象が変わりましたね。私たちは身だしなみから安心感や清潔感などをお客様に伝えています。ぜひこれからも心がけていただきたいと思います。はい、教えていただきありがとうございました。その他にもたくさんのお仕事体験をしました。客室乗務員さんのファッションといえばスカーフですよね。スカーフの色は職位によって変わるそうです。ではスカーフの巻き方のアレンジなんですけれども、本日はスタンダードの巻き方である三角ドレープ二重巻きをご紹介していきます。はい。まずスカーフを半分の三角形に折っていきます。そして少し三角形を残したまま折りたたんでいきます。渚さんもやってみますか？はい、ぜひお願いします。どうですか？はい、バッチリです。ありがとうございます。では首に巻いていきましょう。はい。三角形の部分を顔の下にくるようにしていただいて、細い部分を首の後ろでクロスさせてください。そしてその三角形の上の部分で蝶々結びをしていただく。以上が客室乗務員のお仕事体験でした。渚さん、本日はやってみていかがでしたか？はい、本日は貴重な体験とお話をお伺いさせていただき本当にありがとうございました。小さい頃から憧れだった客室乗務員さんのお仕事を体験できて本当に幸せでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これからも渚さんが憧れる客室乗務員になれるよう私どもも頑張ってまいります。今日から心がけていただけることを学んでいただけたと思います。私どもも頑張りますので、渚さんも夢に向かって頑張ってください。はい、夢に向かって頑張ります。本当にありがとうございました。
本航空の皆さんは本当に優しくて綺麗で素敵な女性の方ばかりで、将来客室乗務員のお仕事をしたいという気持ちが高まりました。洋服の青山さん、素敵なお仕事体験の機会をありがとうございました。これからも洋服の青山では学生と働く人を応援してまいります。渚さん、日本航空の皆様、ありがとうございました。洋服の青山では学生を応援するをコンセプトに、青山ガールズというティーン向けインスタグラムを運営しております。よかったらこちらもフォローお願いいたします。